カヨウトヨト氏は、平安時代初期の貴族、文人、漢学者。聖は阿ソン。官位は、十四位下。ハリママモ造成四位下。カヨウ氏は、紀比氏の一族で、上等氏の同系氏族。備中国カヨウ軍を本拠とした豪族。カヨル国造家。カヨウ軍の軍事や紀比神社の神官を務めた家柄。京所と司所に精通し、 対策を高台で求大する。石上赤継によって運転に招かれて学び、数年にわたって多くの書物について広く研究した。その文才は、尺道、通る、大海の御船であっても及ばないと称えられた。文章博士を経て、延暦16年東宮学士となり、皇太子、あて新能の教授にあたる。平常朝では徴用されて、14人した。 式部大助にまで昇進するが、天皇の寵愛を受けた、藤原ク子が県政を振るい、優れた人物が排斥されるようになっても、平素と変わらない様子で成り行きに任せ、沈黙を守ったという。後、平城天皇が上位し、大道四年十二月に平城京へ移った際にもこれに従わず、平安京に残った。 大道5年9月に発生した、クスコの変にも直接は関わっていないが、変後に、四季部、大輔の感触を知りている。間もなく、才能を惜しんだ、佐賀天皇の予勢で、針間守に任せられたが、公認4年に、病のため離任し、以後宇治の別荘で予勢を送った。宇治で病床に伏す中で、当地の頃から、任徳天皇と都道地子が、父、 王神天皇の死後に、お互いに行為を譲り合った話を聞いて感動し、左大臣、藤原縁人に孔て、仁徳天皇の地下の神となった。平城上皇と佐賀天皇との対立をこの故事に重ね合わせての思いがあったのでは、と推測する説がある。公認6年6月27日即居。去年65。最終官位は、針間守る四に位下。 即居にあたり、佐賀天皇により、任徳天皇陵の近くに葬ることを許された上で、聖四に下の贈威を受けて、国家として数形された。両雲州に収められた、監視作品は、尾野峰森と同数の十三種で、佐賀天皇に次いで多い。天下用法年簿・下用法年の最後は、日本語記、公認六年六月二十七日上に記載されている。これによれば、 法年は、病で、宇治別行にいたとき、忍徳天皇と宇治治郎とが行為を譲り合った話を、聞き感動した。そして、地下の真になることを望んだため、直により、領下への埋葬が許可されたという。一般に、領は、天皇領、墓は、皇族墓を指すことから、上記の、領は、忍徳天皇のさぎと、解釈されるが、一方で、文脈上から、 都道地いらつ子の墓と解釈する説もある。明治22年に、京都府寺市の丸山古墳が宮内省によって、都道地いらつ子の墓に事情された際には、校舎の解釈に基づき、当時、浮船の戸籍と称されていた、将墳が、家用と与としの墓と固くされた上で、宇治墓の異号倍調の、殿下用法年墓として事情されている。法年は固く、 信念を持って、真偽を守り、何に対しても屈服するところがなかった。また、地球以外と交際することを好まなかった。さらに身分が高いことを嫌い、ある時に、友人の、尾のなを尋ねた際には、こうという字を書いて、白眼帯三考という漢詩を作ったという。また、人々からは、天職はあまりあるが人尺が不足していた、と評されたという。 日本語機による、ありがとうございます。